ウクライナ軍参謀本部が2022年12月18日に発表した戦況分析によると、11月に南部ヘルソン州のドニプロ川ドニエプル川西岸からロシア軍が東岸に撤退して以来、同川を挟んで対峙する形で膠着状態となっていた状況から動きがあり、東岸で防御陣地を構築していると見られていたロシア軍が、東岸地域から撤退する動きを見せているとして、少なくとも2つの町に駐留していたロシア軍部隊が撤退したとの見方を示したよ。参謀本部では13日にも、ドニプロ川東岸にある集落からロシア軍が撤退したことを発表していたんだけど、この際にはアメリカのシンクタンク戦争研究所がこの撤退について分析を公表して、撤退が後方の守りを固めるための転進的なものであるとしていたんだ。またウクライナ軍参謀本部からは12月3日に、ドニプロ川東岸に特殊部隊が渡過して鉄塔などにウクライナ国旗を掲げるなどの活動の様子が撮影された動画を公開して、ドニプロ川東岸に共闘法を築いたとして主張していたらしいな。でも、西側の軍事専門家などからは威力偵察のようなものであって共闘法を築くまでには至っていないのではないか、と懐疑的見方が示されていたみたいだね。さて今回は、ヘルソン州のロシア軍に、ドニプロ川東岸から撤退の兆候ありということについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これまでヘルソン州のロシア軍については、2014年に一方的に併合したクリミア半島を奪還されることを防ぐために、ドニプロ川東岸に強固な防御陣地を築き、同川を天然の堀としてウクライナ軍の渡過作戦を妨げ、ヘルソン州の同川以東の地域を確保する戦略を取るのではないかと見られていたんだ。しかしながら、このところのウクライナ軍はヘルソン州の隣のザポリージャ州で攻勢を強めていると見られ、特にメリトポリにおいては、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースによる、GPS 精密誘導の長射程ロケット弾を使用して、ロシア軍関連施設や兵站集積施設などへの攻撃が続いていることから、ウクライナ軍がドニプロ川渡過作戦ではなくメリトポリの奪還を目指している可能性が指摘され始めたな。メリトポリはザポリージャ州における道路及び鉄道交通の要衝で、ロシア本土のタガンログからザポリージャ州のマリウポリ、ベルジャンシクを経てクリミア半島に向けて物資輸送を実施する際には必ず通らなければならないんだよね。クリミア半島への補給にはもう一つのルートとして、ロシア南端のクラスノダール地方のケルチ海峡に架かるクリミア大橋があるが、10月に爆破があって以降、車両用道路橋は片側通行となり並行して架かる鉄道橋も単線のみ使用可能となっていて輸送力は低下しているんだ。また、ヘルソン州全体がウクライナ軍に奪還された場合、直接攻撃される可能性が生じるため、クリミア半島への輸送はアゾフ海や黒海からの海上輸送のみとなり、クリミア半島が孤立する可能性があるぜ。ウクライナ軍としてはメリトポリを奪還した上で、拠点として確保することができれば、ヘルソン州のドニプロ川東岸のロシア軍の補給路を断ち、包囲してクリミア半島に追い込むことが可能となり、その上で補給路を遮断して兵糧攻めとするだけで、クリミア半島のロシア軍を降伏させて奪還できるとの見方を示す軍人専門家の意見があるよ。もしロシア軍がドニプロ川東岸に渡過作戦を阻止するための防御陣地を築いていたとすると、そこを正面突破しようとすればウクライナ軍には甚大な損害が出ると予想され、人的な戦力面でロシア軍とは大きな差があるウクライナ軍の今後の作戦行動に大きな支障となるみたい。士気が低いとはいえ、数的な有利は揺るがないからね。ウクライナは緻密な戦略で数の不利を埋めるしかないよ。現有戦力でクリミア半島奪還を狙うのであれば、東部ドンバス地方の戦線を膠着させてそこのロシア軍を足止めしておいて、ザポリージャ州の奪還を目指すのは理にかなった自然の流れだろうね。ただ、ロシア軍もそこは承知して手を打っていると見られ、これまでもメリトポリ市民が撮影した動画や画像を SNS に投稿しているフェドロフ市長による18日の投稿には、市内のロシア軍が大戦車防御用の三角錐型のコンクリートブロック、いわゆる U の刃を道路上に設置しているとされる画像が添付されていて、
ロシア軍がメリトポリ市内での市街戦を想定して準備を進めているとのコメントを付け加えているよ。これらの状況から、今回ウクライナ軍参謀本部が発表した、ドニプロ川東岸で3つの町からロシア軍撤退したとの情報については、メリトポリの守備を固めるための移動である可能性を指摘する見方が広がっているんだ。もしウクライナ軍がドニプロ川を渡過できるザポリージャ市を拠点としてメリトポリ奪還を計画しているとすると、ザポリージャ市から幹線道路の E105 を南下してくるものとみられているよ。この作戦が成功した場合、E105 沿いのロシア軍は手薄で横槍を入れられたり、兵站補給を断たれたりする恐れが少ないと考えられることから、ザポリージャ州からドネツク州にかけて展開しているロシア軍部隊は薄いということになり、クリミア半島にロシア軍を押し込んだ後にベルジャンシクやマリウポリを奪還して、アゾフ海沿岸を抑えた上でドネツク州の州都ドネツクを南から突くことも可能だな。これらの作戦を成功に導くためには、東部戦線のドネツク州バフムートで攻勢に出ているとされていて、ロシア軍の中でも特に戦意が高いとされる空挺部隊や、民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊などをバフムートに釘付けにしておき、マリウポリに南下させないことが重要だよね。バフムートでは伝わってくる情報を総合的に判断するならば、ロシア軍が半年以上かけて少しずつ包囲を狭めているとされ、一部の報道ではバフムート市街地に達したロシア軍部隊もあるというよ。しかし、12月18日時点においてはロシア軍がバフムート市内に突入した、といったような情報はウクライナ側からもロシア側からも発信されていないため、バフムートを防衛するウクライナ軍が検討しているものとみられているぜ。もしバフムートがロシア軍に制圧された場合、西側の一部の軍事専門家がロシア軍はバフムートを占領した勢いに乗り、さらに東のコンスタンチノフスカ、クラマトルスク、スラビャンスクを狙う可能性があると指摘しているんだけど、バフムートに攻勢をかけている部隊はこれまでに9月に招集された予備役動員兵を、弾よけのようにして多大な戦死傷者を出しているとされ、バフムートから先に進む余力はないとの見方が主流なんだ。これだけの犠牲を払っても戦い続けるんだね。弾よけにされた人の家族はどう思っているんだろう。それゆえにロシア軍がバフムートを陥落させたとしたなら、まずはバフムートの防備を固めた上で部隊の再編成などを実施して戦力を整えるであろうことから、バフムートから西に進むのはウクライナのレズニコフ国防相が指摘している2023年1月に、訓練を受けた動員兵が投入されるタイミングであろうとされているよ。ウクライナ軍がもし本当にメリトポリ奪還を狙っているとするならば同市を奪還するタイミングは、ロシア軍に大量に動員兵が補充される前で、かつ地面が凍結して戦車などの戦闘車両が動くことができる今しかないな。この先1ヶ月以内に、メリトポリを奪還してからヘルソン州のドニプロ川東岸のロシア軍をクリミア半島に押し込み、ヘルソン州とクリミア半島をつなぐペレコープ地境を封鎖した上で、クリミア大橋を修復不可能なまでに破壊してクリミア半島を孤立させるか、あるいはクリミア大橋を小型車両が通行できる程度に破壊しておき、半島のロシア軍を徒歩で撤退させてから落とすなどの作戦を成功させることができれば、ウクライナ軍は東部戦線に兵力を集中させることが可能となるんだ。ウクライナの東部ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州には、もともと親ロシア派武装勢力が支配していた地域があったために、その近辺の住民も含めて親ロシア派のウクライナ人が多く、ウクライナ軍がその地域を含めて奪還することは難しいと見られているね。ウクライナ軍が、年明け早々にもヘルソン州とザポリージャ州全土を奪還してクリミア半島を孤立させることができれば、その状況をもって講和が進む可能性が見えてくるとの見方が出ているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。